それでは、ただいまから第20回香川県新型コロナウイルス対策本部会議を開催いたします。進行は本部長であります浜田知事にお願いいたします。はい、それでは私からまず議題1の感染予防対策期における対策、4月10日以降につきまして、ご質問申し上げます。資料番号1をご覧いただきたいと思います。この感染予防対策期における対策につきましては、一定の移行期間を設けて外出の自粛や催しのイベント等の開催制限を緩和しながら、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくということにしておりまして、この基本的な方針に変わりはございません。したがって対策の考え方のところは当分でございますが、今回の改正につきましては、この資料で言えば11ページにつけておりますけれども、4月4日付で国からの対策室長の方からの事務連絡によりまして、4月10日以降の都道府県の対応についてということで、留意事項が示されておりますことから、香川県におきましても、この事務連絡に沿って、適切に対応していく必要があると考えまして、今回、4月10日以降の感染予防対策における対策について、改正を行うものであります。まずこの1ページの今先ほどご覧いただいた1ページ1の括弧1にございますけど、外出の自粛等につきましては香川県におきましては6月19日の段階で原則として外出の自粛は求めないこととしており、その点に変わりはありませんが、発熱等の症状がある場合には都道府県をまたぐ移動のもとより外出を控えるようお願いしたいということで、また業種ごとに策定されている感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えるよう、改めてお願いするものであります。なおガイドラインの徹底等の確認にあたりましては、事業者の皆様が先のこの県本部会議を示した掲示の様式などを活用して感染防止対策を実施しているということを店舗あるいは事業者に掲示していただくことなどにより、県民の皆様が外出を避けなくてもよいということを認識していただければと思います。次に資料1、2ページになりますけれども、3の催し物過去イベント等の開催につきましては、別紙2に催しのイベント等の開催の段階的緩和の当面の方針について9ページになりますけれども、これについて追加の記述を行うとともに、新たに別紙3では留意事項について、この取りまとめを示ししております。まず9ページの別紙2におきまして、6月1日の党本部会議におきまして、国の基本的対処方針などを踏まえ、国から示された方針ということで、イベントの種別に応じ移行期間ごとの人数上限などを定めたところでありますが、この7月10日からこの3の期間に移行いたします。この期間の人数上限、収容率などにつきましては、従前からお示ししているものと変更なく、コンサート等、展示会等、プロスポーツ等について屋内にあっては人数上限5000人以下、または収容人数の 50% のどちらか小さい方、屋外にあっては5000人以下で十分な間隔、できるだけ2メートル確保できるものについて、開催を可能としておりますが、この度国の事務連絡に沿って、この9ページで審議のような段階に記載しております注意事項のうちに、2つ目のボツの部分を新たに追加しております。これは大変細かい話ですが、収容率については屋外であっても
座席等により参加者の位置が固定され、かつ収容定員の定めがある場合、まあ、スタジアム等を想定しているのかと思いますが、収容定員の 50% 程度いないというこちらの基準がかかると。逆に屋内であっても座席等により参加者の位置が固定されず、あるいは収容定員の定めがないというような場合には、人と人の距離を十分確保するという基準を用いることとするという注意でございます。次に10ページの別紙3であります。感染予防対策期における催し物の開催につきましては、これまでも新しい生活様式や業種ごとに策定されます感染拡大予防ガイドライン等に基づく適切な感染防止策が講じられていることを前提として開催を可能としているところでありますが、国からの10年先ほど冒頭でご説明した10年学に沿って、イベント主催者およびイベントを開催する施設の管理者に対し、特に留意していただきたい事項を取りまとめております。この10ページの記以下にあります通り、イベントの開催にあたっては入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある方はイベントの参加を控えてもらうようにする。また主催者にあってはその際の払い戻し措置等をあらかじめ規定しておく。さらにイベントを開催する前にイベント参加者に厚労省のいわゆる接触確認アプリ COCOA をインストールすることを促していただきたい。主催者の方がですね、また感染拡大防止のためにイベント参加者の連絡先等の把握を徹底してほしい。その他いろいろとこの記に書いてある点に留意していただくとともに、一番下にありますけども、全国的な移動を伴うイベント、またはイベント参加者が1000人を超えるような、今回5000人基準になっていくわけでありますけども、その中で参加者がやはり1000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、県に事前に相談をしていただくようお願いしたいと思います。合わせてこうした留意事項につきましては、イベント参加者の皆様にもご協力をお願いするもので、あります。なお、この資料の今回23ページ一番最後のページに資料2として、このパネルに、ありますのと同じですが、今回県としてはこの新しい生活様式の定着を図るため、啓発用のポスターを作成し、7月9日が昨日管理官に配布しております。このポスターを活用し、県民の皆様への一層の周知啓発を図ってまいりたいと思っております。以上のように県としましては、国などの方針も踏まえながら、感染予防対策期において、県民の皆様に新しい生活様式が定着すること、事業者の皆様に適切な感染防止対策を講じていただくことを前提として、移行期間を設け、一定の安全性が確保されることを確認しながら、社会経済活動のレベルを引き上げてまいりたいと考えておりますので、引き続きのご理解とご協力をお願いする次第でございます。以上で議題1についての私の説明を終わります。その他各部局から何かございますでしょうか。特に内容ですので、引き続き各部局に行きまして、聞き及ぶことなく、国民生活の県民の皆様の生活の安全安心を確保するために、スピード感を持って対応していただきたい、お願いしまして、私の方お話を終わります。以上で第20回香川県新型